こんにちは、ハクイです。今回はビオレ UV バリアミーミネラルジェントルミルクです。花粉やホコリをバリアする紫外線吸収剤ゼロ処方。化粧下地に使えるアルコールや着色料無添加です。SPF50 PA++++ のウォータープルーフ。ラメはないです。匂いもないです。ああ、ミルクだね。トロトロ。めっちゃ流れるね。めっちゃ白くなるし、なかなか色が馴染まないですね。けど顔に塗った時は割と馴染みました。そして1日塗って3回軽く水洗いしましたが落ちませんでした。落ちにくいのはいいことでもありますが、肌性気は強めで夜には赤くなってニキビができそうになっていました。そして今回は5つのチェックをしていきます。1、肌水分量チェック。2、ウォータープルーフチェック。3、袖に色がつくのかチェック。4、洗いやすさチェック。5、日焼けチェック。まず1、肌水分量チェックです。日焼け止めを塗ると肌が乾燥するような感じがする日焼け止めがあります。果たして実際に乾燥しているのか、この日焼け止めは乾燥させるのかチェックします。まず塗る前、水分量 45%、 油分 23%。 塗った直後、水分量 40%、 油分 28%。 30分後、水分量 34%、 油分 38%。 少し乾燥するようですね。水分が減って肌を保護しようとして油分が増えているのでしょうか。次にウォータープルーフチェックです。ウォータープルーフの日焼け止めは水と混ぜると分離するということなのでやってみます。日焼け止めを入れて水を入れます。弾いてますね。あまり混ざらない感じです。つまりウォータープルーフです。次に3、袖に色がつくのかチェック。つきますね。結構肌につきます。次に4、洗いやすさチェックです。肌に優しいキュレルの泡洗顔料で、スキンケアガチ勢の言う泡の弾力で洗うをやります。10回コースでどのぐらい落ちるかです。8、9、10、洗ってきます。洗ってきました。ほぼ落ちないです。洗顔料で泡洗顔でふわふわ洗ったぐらいじゃ落ちないです。ちゃんと洗わないと落ちないタイプのやつです。最後に本番後、日焼けチェックです、はい、結構色がつきますね、はい、昨日のウォータリーエッセンスよりも色が濃い感じです。今回検証した3つのビオレ UV の日焼け止め効果ランキングは、1位ビオレ UV アクアリッチライトアップエッセンス、2位ビオレ UV アクアリッチウォータリーエッセンス、3位ビオレ UV バリアミーミネラルジェントルミルクとなりました。では次回はニベアディーププロテクトケアエッセンス、お楽しみに。